筋肉男が無理やりさ。理由はどうあれ罰を受けるの言うなよ。罰ってどんな？寺院立ち入り禁止もあり得る。静かにしていろ。この中何があるんだ？祈り子様がいらっしゃる。ああそれそれ、さっきも言ってたよな。神を倒すために進んで命を捧げた人たちをエボンの技で生きながらにして魂を肉体から取り出され、祈り子像に封じられて永遠の時を生きる。祈り子様の魂が召喚師の祈りに招かれて姿を現す。それが召喚獣よ。この部屋の中に ユナは中で何をしてるんだ？必死に祈ってるんだ。神を倒す力を貸してくれってな。静かにしていろ。静かに。ここから先は召喚師だけの聖なる場所よ。ガードも入っちゃダメなのか？起きてだ。ああ。黙っていたことがあるんだ。あそこで聞こえていた歌は子供の頃から知っている歌だった。ザナルカンドとスピラがどこかでつながっている証拠、そう思った。それに気づいたからなのかな。帰りたい気持ちが急に強くなってさ、胸が詰まったみたいに何にも言えなくなった。
抑えていたはずのザナルカンドへの気持ち。膨らんで、弾けた。顔が、カーッと熱くなってさ。大丈夫？大丈夫じゃないかも。どうしたい？叫びたいかも。こいつはルーに任せとけ。